皆さんこんにちは、ヒカルです。さあ今日はですね、タイトルに書いてある通り、いやーついにね、僕もあのジンバルをね、購入しました。思えばね、もうフェイユーテックの G6 プラスから、まあ、ゼイウンのね、クレーン M2 と、まあいろいろとね、使っては来たんですが、やっぱりどうしてもちょっとこう、不満っていうんですかね、もうちょっとこの部分なんとかしてほしいなっていう不満点があったんですが、まあそういった今までのね、不満点をすべてね、こう解決してくれそうなジンバルがね、あるので、今日はね、それをご紹介します。それがこちら、パイロットフライのトラベラーです。さあということでね、パイロットフライドトラベラーなんですが、まあ、こちらのジンバルね、結構うちのチャンネル見ている方でしたら知ってる方もね、多いかと思います。あの YS イメージのね、よっちゃんさんのところからも今回ね、買わせていただきました。まあ、もちろんね、このよっちゃんさんのところからね、買ったので、まあ、ジンバルとかそういったところのアフターとか、あとまあそのね、製品の品質ってところはすごい信用してるんで、まあまああの、非常にね、こう今から使うのが楽しみなんですが、まあ、パイロットフライのトラベラーと言いますと、約 800g までのカメラが対応している、まあ、ジンバルなので、今まで使ってきたフェイユーテックの G6 プラスとかとクレーン M2 とね、まあ、ほとんどあの仕様っていうんですかね、性能的な面ではまあ似たような感じなんですが、まあ、なんといってもパイロットフライのジンバルはその挙動が一番ね、あの他のメーカーと違うところで、それこそ本当映像制作とかしている方が使っている製品なんでね、まあ、どんな感じなのかすごい楽しみ楽しみですね。それじゃあね、このパッケージの方開けていきましょうか。さあカメラを切り替えました。まずね、箱の方を開けるとこんな感じで、パイロットフライのねロゴがついたこういう、スリングバッグがねついています。この肩掛け式のね、バッグ兼この収納袋がついててね、なかなかこれ、いいですね。後ろのクッション性とかも結構高いですし、まあ、このちょっとパイロットフライのロゴがね、なかなかいいですね。で、この、バッグ自体はこんな感じで、まあ、説明書が中に入っていまして、それ以外にもね、あのソニーの系の、カメラをコントロールするためのケーブル、まあ、RX100 シリーズとか、あと、アルファ6000何百とかそういったやつをねコントロールするためのケーブルが入っています。で、こんな感じで中を開けますと、こうジンバルをね固定するためのこういうバンドとかもついていまして、この中にトラベラーが入っています。いや本当にね、これ今ちょっと三脚つけてますけど、コンパクトですよね。このグリップとかもね、割と本当ボタンもね、非常にこうちっちゃくまとめられて、もうこの片手でつまめるっていうんですかね、本当片手でね、十分ハンドリングできるぐらい小さいです。で、この側面の方にはね、これ、AC 用の、充電ポートと、あとマイクロ USB の充電、どっちも対応していますね。で、こっちの反対の方には電源と、あとこれズームのやつですね。あのソニー系のカメラとかではあればここでズームができます。で、本体のこの裏の方ですね、こちらにはなんかトリガーボタンと録画ボタンがついてます。で、本体のこの正面の方にはこちら、ジョイスティックがついていまして、ジョイスティック自体もこれボタンになってて、まあ、カチカチと結構クリック感がありますね。で、こっちの右の方にはこのカメラの重量とかのプリセットを切り替えるためのボタンと、あとこっちの方には、モード切り替えのボタンがついています。全体的にこれは金属で質感がすごく高いですね。で、この肝心のジンバル部分なんですが、こちらですね、よいしょっと、ワンタッチで簡単に、脱着することができます。なのでね、こんな風にこうちっちゃく、コンパクトに運搬することもできますし、装着するときも、はい、一瞬で取り付けることができます。いや、これ本当ね、すごいですね。あのフェイユーテックの AK シリーズとかでも一応こういった、脱着のシステムはあるんですが、結構あれめんどくさいんですよね。それに比べてもうこのパイロットフライは本当瞬時にパッパって取り替えができるんで、これはねすごく便利だと思います。で、今ね、この上のプレートの方には、あの、メングスの CL-70 っていうクイックリリースクランプを、まあ、このプレートの間にかませてるんですが、こちらネジはね、2点止めになってます。で、
ネジはもうすでに1個標準でついてるんですが、もう1個の方は別売りなので、よっちゃんさんのね、この YS イメージの方で1個600円くらいで販売してるので、僕はね、そのネジを1個別途注文しました。で、メングスの CL-70 に関しては、これは、フェイユーテックの G6 プラスで使ってたものと同じもんですね。過去にね、このクランプについての動画、詳細なものを上げてますんで、この辺にね、カード貼っときますんで、もしね、見てない方いらっしゃいましたら、ぜひね、合わせてご覧になってください。いや、そしてこのジンバルの周りとかもなんかこの、ね、パイロットフライのこのね、ロゴとか結構かっこいいですね。そして一つ気づいたんですが、これ電源が入ってない状態なんですけども、なんていうんですか、こう、全体的にこのモーターにクリック感があるっていうか、なんでしょうね。これ、フェイユーテックの G6 プラスとか、あと、ゼウンのね、クレーン M2 とかではなかったんですが、なんていうかこう、クックックックっていう、こう、ちょっとこれ映像ではわかりにくいんですが、僕こう触ってね、動かしてると、こうスッスッっていう感じではなくて、クイックイックイっていう、こうなんかテンションみたいなものがあるんですよね。特にこのチルトのね、軸は特にこれ顕著に感じます。このね、なんて言うんだろう、チルトの部分が特に、まあ、影響なければいいんですけどね。で、次にね、付属品のちょっと解説なんですが、まずこれ日本語のね、クイックガイドがありまして、このクイックガイドなんですが、非常にね、細かくこのジンバルの使い方についてね、こう日本語でしっかり書いてあるんで、初めてね、買った方もこれを見るとね、まあ大体、使い方っていうのはわかるかと思います。そしてさらにね、こちら YS イメージさんで買うと、これ、パイロットフライトラベラー徹底解説 DVD という、大体1時間半以上のね、ほんと、がっちりとしたこの解説の DVD が、ついてくるので、これを見るとね、もうほとんど、ジンバルの扱い方っていうのは、マスターできるかと思います。ただし、これ DVD なんで、最近のパソコンって光学ドライブないやつ多いじゃないですか。まあ僕のパソコンも光学ドライブもう数年前から完全に取り外しちゃってるんで、まあそういった意味ではちょっとね、これ DVD 持って、DVD ドライブがない方はね、なかなかこれ難しいのかなってね、思います。で、他にもこんな感じでパイロットフライって書いたね、箱がついていまして、これ何かと言いますと、で、これはなんか、カードが1枚入ってましたね。で、これは各国対応のコンセントですね。そして、これが充電用の、アダプターですね。はい、コンセントがね、ついています。いろんな国に対応できるやつがあります。そして、スマホホルダーがついています。パイロットフライのね、トラベラーって、パンのところをこうガチョッと外して、このスマホホルダーをこう装着することで、スマホ用ジンバルとして使うこともできるみたいです。ちょっとこれはね、今後ちょっとやっていきたいかなって思ってるんで、まあ、今回は紹介しませんが、とりあえずね、こういった、いろんな付属品がついてきます。さあ次にね、カメラをジンバルに乗せていくんですが、使用するカメラは、うちでいつも使っている RX100M5A にスモールリグのケージをつけて、さらに ND フィルターをつけています。で、底面の方にはね、これアルカスイス互換の、短いプレートをつけてるんで、まあ、言ってしまえば結構こうごちゃごちゃ、組んだ状態なんで、これ重さがね、450g をね、超えています。まあ、なので、まあ、普通にバランス取ることも、まあ、できるっちゃできるんですけど、前の G6 プラスはね、もうほとんどカツカツってか、ちょっともう重量オーバーだったんですが、こっちのね、トラベラーではどうでしょうか。まあ、このメングスのね、クイックリリースクランプがあるんで、もう前後のね、幅さえ決めてしまえば、問題はないかと思うんですが、どうかな。まあ、とりあえずこう前後っていうんですかね。まあ、実際もう僕はもう何回かこれ野外で使ってるんで、バランスはもう取れてるんですけど、ちょっとこう気になるのが、まあ、一応こんな感じで前後ね、バランス、まあ、うまい具合に取って、まあ、いいかなって思うじゃないですか。まあ、この状態今ね、まあまあ、バランス取れなりにね、取れてる、かと思うんですが、ちょっとこれをね、使っていくうちに、今度後ろにここにガクッとこう下がってしまったり、またそれで前の方にこう合わせると、今度こっち側にガクンで下がり続けたりっていう、なんていうかこう、いい具合の位置っていうんですかね、この前後のね、いい具合の位置がね、なんかこう移動するっていうか、少しこの辺ね、わからないところがあります。で、さっきも言ったように、
ここのモーターの部分にテンションが感じ、テンションっていうか何かこう引っかかりみたいなのを感じるんですよね。それでその引っかかりでこういうふうにバランスが取れちゃって、一見取れたように取れてるように見えるんですけど、その引っかかりで止まってるだけってこともあるんですよね。なんでね、ちょっとこの辺この後の動画でも多分同じことを言うと思うんですけど、少しこの辺ね難しいっていうか、こうやりづらさを感じますね。ほらで今度は後ろの方にガクって下がっちゃった。さっきまでちゃんと前の方で取れてたのに。そんな感じでね、ちょっとね、そのバランスの取り方はね、少し難しく感じます。さっきも言ったように、ちょっとこれもう普通のね、状態っていうか、推奨されるような状態ではないんで、この辺もそういうのも影響してるかもしれないんですけど、それ以外の部分ですね、こういったところ、チルトとか、この陽の調整は、このネジっていうかノブがね、あるので、ここでね、ススって切り替えれるんで、非常にこれはやりやすいです。さあ、大方ね、バランスも取れたんで、ちょっと電源入れてみますか。よいしょ。はい、電源が入れると、このね、独特な音がします。起動音がね、結構独特ですね。で、電源を入れた直後っていうのは、この、IMU センサーっていうのかな、このジンバルのその水平をうまく取るためのセンサーがちょっと温まってないんで、1分半くらいちょっと加熱が必要とのことです。だいたい1分半くらいになると、そのセンサーの温度が約40度になって、バッチリ、水平を取ってくれるとのことです。なのでちょっと待ってみましょうか。はい、というわけでね、これご覧いただいているようにしっかりとね水平が出てましたね。さっきはちょっとこうかしがってたんですけど、今はしっかりね温まって、水平が取れてる状態です。でこちらのグリップの方を見ますと、これちょっとわかるかな。はい、現在のこの、モードとかこういった状態とか、この、バッテリーのね残りの残量とかがこの画面で表示されています。でこのトラベラーなんですが、これもう買った状態から5つの、プリセットっていうんですかね、5つの、カメラモードが用意されていて、アクションカム、スマートフォン、コンデジ、ミラーレス、それ以上の重いカメラっていう5つのプリセットが、ついています。で今は、これ見るとカメラ S って書いてるんで、3番目のコンデジに重量は合わせているんですが、コンデジといってもこんな感じにもういろいろごちゃごちゃ組んでるんで、これねちょっと僕最初コンデジの状態で、工場出荷状態の状態でやったら、ちょっとモーターがブーっていう感じで、鳴ってたんで、自分なりにねこれもう調整しちゃってるんですよ。だから完璧な本当初出しってわけではないんですが、ちょっとねこういったケージとか ND フィルターをつけると、コンデジでは少しパワー不足なところがあるんで、それはね各個人の方々で調整する必要がありました。僕の場合はねちょっとシンプル BGC っていうソフトで少しいじったら良くなったんで、非常にねうまく使ってうまくできています。では次にね、簡単なジンバルの機能の解説なんですが、このモードキーですね、モードキーを1回押すと、フォローモードになります。なので上と下と、あと左右にジンバルが追随します。でこのパイロットフライのジンバルなんですが、これ見ていただけると分かる通り、こうクッと手首を返してから反応するまで結構時間かかりますよね。でこれがねすごくねやっぱ求めていたものなんですよね。あまりにもクイックにグッ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 って反応しちゃうと、それが映像に出てしまってね、なんかこうブルブルブルっていう映像が震えたような感じになるんですが、いや本当このねデッドバンドの深さっていうんですかね、こういったものも細かく調整できて、今この動きっていうのも僕がいろいろ調整した結果なんですけど、これ工場出荷状態からね結構デッドバンドとかこうやって挙動はねよく考えられてるんで、初めて使う方でしたらこのままね使っても問題はないかと思います。でこのモードキーを2回カチカチって押すと、左右は追随するけど上は追随しない、パンフォローですね、そのモードに、なります。一番これがね使うんじゃないでしょうかね。散歩する時とかは、割とこういったモードを使うかと思います。で3回押し 1,2,3 を押すとオールロックモードですね、どっちにやっても動かないんで、割と映像っていうんですかね、その動画とかで1カット1カット撮るときはこれで僕は撮ることが多いですね。多分一番使用頻度が高いかと思います。で次4回押し1234
で4回押しすると今度は、上下と左右とでさらに、傾きも、追随してくれる、オールフォローモードっていうんですかね、はい、ハンチルトとさらにロールも全部、追随してくれるオールフォローモードになります。ただこれオールフォローモードなんですが、どこまでついてきてくれるかな。ちょっとロールのね、あの設定を僕あんまやってなかったんで、もしかしたらこの辺早くすれば、しっかりと360度ついてきてくれると思うんですが、ついてきてくれますね。はい、ちょっとこの辺ね設定うまくやってないんでね、こんなすんごいとろーい遅いスピードになっちゃってますが、本来はね、あの設定すればしっかりとあのクイックに反応してくれるんで、はい、オールフォローモードをね、しっかり機能します。で次5回押し、1、2、3、4、5、そうなると今度はパンフォローは左右に、今までね追随してくれますが、これ逆で左右は追随してくれませんが、上下だけは、追随してくれる、モードになります。だからそうですね、建物とかこう駅とかのこうシーンっていうんですか、この前僕、札幌行った時とかでも撮ったんですけど、まっすぐ歩きながら建物とかこう上にぐーっと上げていくようなシーンではすごくねこれ有効だと思います。僕もねこれちょっと今後ねたくさん使っていきたいですね。割と建物とか風景とか撮る機会が多いんで、まあ大きい対象物とか撮るときはこれすごい、良さそうなモードですね。そして最後6回押し、1、2、3、4、5、6、はい、そうするといわゆるインセプションモード、他にもなんていうんですか、これボルテックスモードって言ったりするのかな、こういったね結構僕の好きなこうぐるぐる渦を巻くようなこう360度の、ロールをすることができます。はい、これもね、そんなめちゃくちゃ使うわけじゃないですけど、一つねこのシーンで使うとね非常に印象的な、感じに取れるんで、一つねこれもちょっと使っていこうかなっていうふうに思います。さあということでね、簡単に機能を解説したので、早速ね、このトラベラーを持ってね外に出て行ってちょっと映像を撮ってみましょうか。